サンアントニオ・ミッションズ国立歴史公園はアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオに残る国立歴史公園でかつてスペイン人のカトリック宣教師がアメリカ先住民にキリスト教を広めるために一帯で建設したキリスト教伝道書5件のうち4件を対象としている。これらの伝道所は現代のアメリカ合衆国南西部で十七世紀から十九世紀に 展開されていたスペインによる植民地化のシステムの一部を形成していた。北から南、すなわちサンアントニオ川上流から下流に並べると、コンセプシオン電動所、サンホセ電動所、サンフアン電動所、エスパーダ電動所の順になる。また、サンフアン電動所の真東にある、エスパーダ水道橋も公園に含まれている。 サンアントニオの5番目にして最もよく知られた、伝道書であるアラモ伝道書は、公園には含まれておらず、コンセプシオン伝道書よりも上流、サンアントニオのダウンタウンにある。保有しているのは、テキサス州当局で、2015年7月までは、テキサス共和国の娘たちが管理していたが、以降は、テキサスジェネラルランドオフィスが管理している。 サンアントニオミッションズ国立歴史公園とアラモ、伝道書は、2015年7月5日に、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。サンアントニオミッションズ国立歴史公園では、2013年10月に、約 24km に及ぶハイキング、サイクリング、パドリングのための道筋を付け加える、ミッションリーチエコシステムレストレーションレクリエーション、プロジェクトを完了した。 このプロジェクトは、コンセプシオン、サンホセ、サンフアン、エスパーダの各電動所を公園の一連の門を通って、サンアントニオリバーウォークと結びつけるものである。訪問客たちは、徒歩、自転車、あるいはサンアントニオの新しいビバカルチャーバスの路線を利用して、電動諸軍を実際に見て回ることができる。この公園はもともと、 サンアントニオ市南部のサンアントニオ川沿いの84県の史跡を含むミッションパークウェイとして1975年にアメリカが衆国国家歴史登録財になった。そこに含まれていた文化財の中の一部がサンアントニ国立歴史公園として1978年11月10日に認可され多くの史跡にいくらかの自然地域も加え、 1983年4月1日に実際に設立された。4つの伝道諸群にはローマカトリックのサンアントニオ大司教官区が保有する部分があり、現役の教区として機能している。1905年からアラモ伝道所の管理はテキサス共和国の娘たちに委ねられていたが、2010年にテキサス州の司法長官には同団体が遺跡自体も管理のための基金も 適切に運営できていないという苦情が寄せられ、調査が開始された。2年後、司法当局は、同団体がアラモを適切に管理できていないと、結論付け、アラモの修繕、管理に失敗したこと、州の基金を管理し損ねていること、信託義務に違反していることなど、ずさんな管理の実例を多く挙げた。この調査中にあたる2011年、 アラモの管理をテキサス共和国の娘たちからテキサスジェネラルランドオフィスに移常する法案が議会を通過し当時の州知事も署名したこの遺憾が実現したのは2015年のことでそれまでにテキサス共和国の娘たちは司法長官の報告書に意味を申し立て遺憾を阻止するための訴訟を起こすなどもしたが結局はジェネラルランドオフィスと共に 将来世代にアラモを伝えていくために働くと誓うことになった。コンセプシオン伝道書コンセプシオン伝導書、正式にはヌエストラセニョーラデラプリシマコンセプシオンデアクニア伝道書は1716年にテキサス東部に建設されたヌエストラセニョーラデラコンセプシオンデロスアイナイスを前身とする。この伝道書が1731年にサンアントニオに移されたのである。 ミッションロード807番地に位置している。フランシスコ海史によって建設されたこの電動書は、テキサスに残るスペイン人電動書の中で最もよく保存されたものであり、1970年4月15日にアメリカ合衆国国定歴史建造物となった。2009年から2010年にラスミシオネス財団が電動書内部の修復のためのキャンペーンを展開し、 開始から半年後の2010年3月に内部の修復が完了した。サンホセ電動所サンホセ電動所、正式にはサンホセイ・サンミゲル・アグワヨ電動所は1720年に設立された。サンホセドライブ6519番地に位置し、1941年にサンホセ電動所国定史跡に指定され、1966年10月15日には、 国家歴史登録財になった。この伝道書は、シンプフランフェランによって、石灰岩で建てられたもので、1768年建造の聖堂が今も残る。現在では、観光案内所が隣接している。なお、フリーモントにもサンホセ伝道書はあり、メキシコのバハカリフォルニアする州には、サンホセでコモド伝道書が残る。サンフアンカピストラの伝道書サンフアンカピストラの 電動書が1716年にテキサス東部に建設されたサンホセデロスナソニス電動書を前身とする。この電動書は1731年にサンアントニオに移転した際にサンホセカピストラノに改名した。ミッションロードに位置し1972年2月23日に国家歴史登録財になった。なおカリフォルニア州のサンフアンキャピストラノにも サンフアンカピストラの伝道書が残る。エスパーダ伝道書、正式にはサンフランシスコデラエスパーダ伝道書は1690年にオーガスタ近郊に建設されたサンフランシスコデロス、テハスを前身とし、1721年にはサンフランシスコデロスネチェスと改名した。現在の名称になったのは1731年にサンアントニオに移転した時である。 エスパーダロードに位置し、1972年2月23日に国家歴史登録財になった。エスパーダ水道橋公園には、電動書以外にも以下の3件の国家歴史登録財が存在している。2015年7月にユネスコの世界遺産リストに登録された。アメリカ合衆国の世界遺産では23件目となる。世界遺産の登録名は、英語、3。 アントニオ・ミッションズ、フランス語、ミッションズ・デ・サン・アントニオである。その日本語名は、以下のように多少の揺れがある。世界遺産の登録対象となっているのは、エスパーダ伝道書、サン・フアン伝道書、サン・ホセ伝道書、コンセプシオン伝道書、バレロ伝道書、ランチョ・デラ・カブラスの5伝道書と一牧場である。なお、バレロ伝道書は、いわゆるアラモ伝道書のことである。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この世界遺産はスペイン人の文化様式と先住民のコアウィルテか人の文化様式が混ざり合った建築史、文化史上の意義が評価されたものである。アラモ伝道書が登録対象になっているが、あくまでも一連の伝道書群で最初のものという側面が評価されたものであって、 アラモの戦いは評価対象に含まれていない。この点について地元テキサス州の衆議会議員には歴史的意義の捉え方が一面的であると批判する者も,もいる。サンアントニオ市ではサンアントニオミッションズの世界遺産登録以前から市街地の再開発計画があり世界遺産推薦に際してそのことにはほとんど触れられていなかった。干渉地帯内で 大型のショッピングセンターの建設が進行中で、登録後には遺産の商品化が進み、荒もとりで近くには広大な駐車場が整備され、ホテルの建設も計画されるなど、景観破壊につながりかねない。さらに伝動所において、観光客を相手にした麻薬の密売や売春婦の勧誘が行われている実態もあり、ユネスコ世界遺産センターは改善を指示している。ありがとうございます。